大宮線は、かつて、埼玉県川越市の川越久安町駅と埼玉市、大宮区の大宮駅を結んでいた、西武鉄道の鉄道路線である。埼玉県で、最初の電気鉄道として開業した当時は、川越電気鉄道の路線であった。1902年5月9日に、第85国立銀行取締役の綾部、リエモンらの発起によって、川越馬車鉄道が、 川越で設立された。設立時における役員構成は取締役5名の内社長の綾部をはじめ3名が入間郡川越町の商人であり、川越馬車鉄道は川越商人主導で経営されていたが、実際には馬車鉄道としては開業はしなかった。これに続いて綾部ら川越馬車鉄道の設立に関わった川越商人たちは、 電気供給事業へ進出を目論み、資本金12万5千円で、川越電灯の設立を計画した。ただし、川越電灯の家庭間不足第58条の項目に、本社派川越馬車鉄道株式会社総会に、お手合併の決議に聞き、成立の上道会社と合併し川越大宮間を、電気鉄道株式会社に動力変更開設、するごととしていたように、 設立当初から川越馬車鉄道との合併が予定されていた。実際に川越電灯は明治36年9月8日に設立された後、1903年9月26日に開催された川越馬車鉄道の臨時株主総会での合併決議を受け、同年10月21日に川越馬車鉄道と合併した。このように別会社の設立による 資金調達という方法で、綾部らは未開業の馬車鉄道の電化と伝統供給事業への進出を果たした。川越馬車鉄道の資本金は25万円となり、1903年12月には、社名を川越電気鉄道と解消、翌1904年3月に電気鉄道の許可を得た。こうして成立した川越電気鉄道は、1904年に、 イルマ郡川越町県久保に常磐丹田の石炭を燃料とする埼玉県加発の1 0 0ット出力の発電機に行きによる川越火力発電所を建設直流2 0 0ト送電を開始し翌年1月から川越町内431個での電灯供給を開始した同社は埼玉県下で初めて電灯を灯した電気事業者でもある一方 川越大宮間の電気鉄道は、1904年3月に営業許可を受け、1906年4月に開業した、埼玉県で最初に走った電車である。これに伴い、1906年10月に大宮電灯を合併し、北足立郡大宮町及び周辺へと配電地域を広げた。 不設工事は当時発足したばかりだった赤羽工兵隊の鉄道大隊が演習を兼ねて不設資経費が削減された。この際に野戦鉄道程度で不設したため軌道の地固めが極めて不十分だった。このため電車の動揺が激しく脱線事故が頻発し、1931年にはついに脱線による死亡事故が発生する事態にもなった。しかしながら、 資金不足により軌道整備もままならなかったという。伝統電力事業はかなりの収益を上げ、1909年、出力9 0 0ットの水力発電所を秩父郡や農村の神奈川水系に建設して、営業地域を埼玉県秩父地区や引地区、群馬県南部へも拡張することを計画した。この計画は浅野総一郎ら資本家を加えた別会社で、 事業展開することになり、1913年、資本金70万円で神奈川水力電気が設立され、同年に社名を、武蔵水電と解消した。同年7月に、川越電気鉄道から 50kW を受電して、武蔵水電は開業し、水力発電所の完成を受けて、翌年12月に、川越電気鉄道と武蔵水電は合併し、社名は、武蔵水。 電を引き継いだ武蔵水田は1920年6月に川越鉄道を翌年10月に西武軌道を相次いで九州合併し3つの営業鉄軌道を所有する会社となった。1922年6月、武蔵水田の電灯電力事業は帝国電灯に合併されるが鉄軌道事業は新設会社の武蔵鉄道に譲渡されることになった。武蔵鉄道は 事業譲り受けの直後に西武鉄道に改称した。帝国伝統の伝統電力事業は現在では東京電力に統合されている。また、前述の相次ぐ合併の中で川越東線と改称していた当線は西武鉄道成立の頃に大宮線と改称した。最初の路線の開業の直前に社名を川越馬車鉄道から 川越電気鉄道に変更していることからわかるように、馬車鉄道ではなく、電気軌道で開業を果たした。電気鉄道の期間 2372mm の馬車機が採用されたのは、東京市電に習ったためだとされている。そのため車両は、東京市電から払い下げられた車両を使用した。周囲の住民からは、チンチン電車の愛称で呼ばれていた。西武鉄道を宮線に改名した。 大正末期時点で路線の老朽化が指摘されており、地元からは近代化の要望が出されたが、政府の荒川河川改修延期が妨げとなって近代化の目途は全く立たなかった。そこで、地元は1927年に国有鉄道布設規制同盟会を結成。川越大宮間の国鉄誘致運動を開始した。こうした状況下、同年夏に、 川越久安町駅の車庫火災が発生。当時大宮線所属の電動客車すべてを消失した。原因は落雷とも、漏電とも言われている。この火災後は、中古車両を充填し、運行を再開したが、1931年に、三橋村内で脱線事故を引き起こした。犠牲になったのは、 川越市の中学生であったことから、西武鉄道大宮線の不備は連日センセーショナルに報道された。この事故後も同線は、路盤や車両の老朽化から来る故障や脱線を起こし続け、ついには川越市民から廃止運動が起きる事態にまで発展した。この廃止運動は同線を利用していた通勤客約50名からなる川越大宮間交通改善会が起こしたもので、 彼らは電車より安全なバスの運行を要望した。また、西武鉄道大宮線を利用せずに自分たちで自動車を雇うなど電車に乗らない運動を展開した。この結果、西武鉄道が1933年1月から西武鉄道大宮線と並行したバスを運行開始した。33往復あった道線の便数は18往復に半減し、 1934年に国鉄川越線付設が決定されたことで西武鉄道大宮線の廃止は決定的なものとなった。多くの区間は道路上に付設される平洋軌道で川越久安町駅大宮駅間を約45分で結んでいた。川越久安町駅から荒川河川敷付近までは一部を除き廃線跡は道路としてもあまり残っていない。 一方、荒川河川敷の東側では、現在の埼玉県道2号埼玉かすか線と並行し、県道2号線と路線開通後に作られた国道17号線との交差点から大宮駅までは直線で結んでいた。荒川伊東の路線跡は一部を除き現在でも、ほぼ道路として残っている。1940年に、商船川越線が開業し、 川越駅大宮駅間を約29分で結ぶようになったことで、大宮線は乗客が激減し、翌年に廃線となった。設備は日本初送電の子会社である北海道石炭へ40万円で売却された。廃線後の2020年時点で、西武バスの路線バスが本川越駅、川越グリーンパーク間、川越グリーンパーク大宮駅西口間で運行されている。 川越久安町駅成田山崎駅2の、聖域駅沼ま駅、黒ロ駅芝地駅、高木駅、西遊馬駅小見海都駅内野駅並木駅、主計上前駅、大成駅工場前駅大宮駅開業時は2、軸電動客車7両、二軸付随客車2両、二軸有害貨車4両、二軸無害貨車4両。1925年には二軸電動客車4両を、 増備市8から11と不満した。1927年8月の久保町車古火災により、大宮線所属の電動客車の全車両が消失したため、一時運転を休止したが、新宿線より二軸電動客車2両を期間変更の上で移籍し、また1927年12月に、王子電気軌道から二軸電動客車5両を借り入れし、運転を再開した。 王子電気軌道から借り入れした車両は1928年11月に正式に譲り受けした。また1928年10月に半構成二軸電動客車二両を日本車両製造で新製造日した。なお1949年に鉄道ファンが久保町車庫跡を訪れて廃車体を確認している。埼玉県統計所。 明治44年177ページには、川越電気鉄道について、馬車鉄道として、設立登記したが、運輸営業を開始せず、動力変更の認可を得て、電気鉄道として、運輸営業を開始したとある。ただし、車両の項目に、記載の通り当たり線で、元、東京市電の車両が確実に走行したのは、西部大宮線時代の川越久安町火事以降、 消失車両の補填として、西武新宿線から、転属した車両であり、開業時に、東京市電からの払い下げ車両が存在していたか、どうかは不明である。川越東線を大宮線、西武線新宿線への変更と記載。西武線はもと、西武軌道火災保険の項目に、本年8月28日大宮線修繕工場、車庫係員詰め所、線路交詰め所、 倉庫、貨物積み下ろし番や及び、電動客車四輪車11両全焼、貨車付随車1両半焼と記載、付随車と貨車は、人力で避難させられたため消失を免れたとされる。高松義太郎、写真で綴る日本路面電車編戦士1970年2月20日発行によれば1966年に、川越久安町駅の駅舎は荒廃したまま9位置に、 置かれていたのを筆者の高松が実物確認している。ありがとうございます。